春の変化に物申す。私はバーチャルユーチューバー r の物申す。今回のテーマは、定型郵便料金の値上げ。だよ。え、みんなも聞いた ?2024 年秋に84円から110円へと、はがきは63円から85円にね、30年ぶりの大幅値上げって一体どういうことまずは事実の確認から、日本郵便はデジタル化や人件費の上昇に直面して赤字転落これは大変。だけどさ、サービスはそのままで値段だけ上がるのは納得いかないよね。配達遅延の問題もちゃんと解決してよ、と叫びたくなる。でもね、 心を落ち着けて考えてみよう。デジタル時代で手紙のボリュームは減少中。そのわけ値上げして質を保つっていう考え方もある。過去には電話やインターネットが変えてきた通信の形。今だって変わり続けているわけ。手紙に情緒があるけど、贅沢しなになりつつあるのかも。じゃあ、値上げされるからといって手紙を書くのをやめるべきかっていうと、そこはノ、NO、ーだ。大事な人への気持ちを伝える資産として、手紙はまだまだ強い存在感を放っている。例えば、印象に残る招待状や心を込めたお礼状。これらはデジタルでは代用できない感じ。 があるからねしかし値上げするからにはサービスの質の向上配達の遅延問題の解決をしっかりと図るべきそれができなければ顧客を失うだけ日本郵便にはもっと頑張ってほしいと思うよ最後に私の考えをまとめよう値上げは時代の流れかもしれないけれど忘れちゃいけないのはサービスの質感情を伝える大切な資産として手紙はまだ必要でもそれに見合ったサービスを提供することは絶対条件だねあコメントで意見を聞かせてねじゃあね次回まで元気でバイバイ